え、ダメなやつ捨てた、捨てた、捨てたダメなやつ捨てた6時です、朝の5時起き、今から出るんですけど、はい、ジンさんももう珍しくキャリーバッグですよ。そうですね、俺もツアーの時いつも普通のバッグだったんだけど、今日はこのキャリー。今日から4日間、このスカイハウスを離れるんですけども、はい、どこに行くんですか？三重の故郷、式根島です。式根島に初めてね、行きたいと思いますんで、これから三重と式根島に行きます。行きましょう、船乗ってくださいね。もう時間なんで行きましょう。行きましょうか。はい、というわけでですね、はい、式根島に行くための船に乗るんですけども、はい、船で何時間か知らされてないよね。いや、 Google マップで見たところ、まあまあ遠そうなんですよ。式根島がこれじゃないですか。うんうん、ここなんですよね。静岡くらいまで宮が遅刻しないかだけ不安。先に式根行くよね。半集合だからね。そう、7時半集合、半集合で今7時6分なんで、7時6分、俺たちは30分前行動で、下に宮がいるか行きましょうか。行きましょう。 LINE だとまだついてる感じはなかったけど、うんうん、それで行くよって言って OK は来たけど。一緒に行くんだよね。宮、宮、待って、式根島だ。神の子が住むと言われてる式根島、住民は約4人。いや、それ宮の整理士だ。人数宮来た、宮来た、来た、右右右、来た、ボタン4つ。アジアンカンフージェネレーション、遅刻されたら行こうと思ってた、俺たち2人で。式根島遅刻しないから式根島しないんだ。式根島しないんだ。式根島普段から住むんだ。それじゃあ、工場の手続きの方はさせていただきますんで、あのガイドさん、こちらで少々お待ちいただきます。ガイドさんですか。はい、まあ、ちょっとあの各自あの料金かかっちゃうんですけど。ちょっと緊張。初登場。初登場。式根のガイドさん。船かわいすぎ。愛と虹と友。やばいでしょ。ジャンプこれ。あとなんだっけな。なんだっけ。金と女だ。金と女。愛と虹と友。じゃあ手続きしていきましょうか。手続きしたら張り切りすぎて。水鉄砲が飛び出しているんですけど。ちょっとスプラトゥーン、うん、あ、なんで撮ったの本当？記念には絶対ないスプラトゥーンの水鉄砲。絶対にない。ドンキない、ドンキない。ドンキある。え、ドンキあるわけねえじゃん。怒られた、怒られた。あるわけねえじゃん。ネット環境がさ、不安なのか。そうなんだよ。でかくて、あの僕たち毎日フローとかないかな。いや、ないんだ。俺たちが毎日投稿したの知ってるかな。不安なんだよね。単純に笑われただけ。知らん人いるやん。一緒に式に行く人これ。いや、え、どちらに行かれるんですか今日は。大島。ああ、大島。あ、大島か。へん、これへん。誰にやられたそれ。誰、 どの美容師。いや、怖い怖い。うちの相方こんなんにさ。ボスと変わんねえよこんなんじゃ。もうフランキー一家にウソップやられたぐらい怒ってるから。うちの相方こんなんにさ、誰だって。フランキー一家にウソップやられたら分かんない。式根島って風俗なんだ。うわ、式根島寝てる人小走りちゃんかと思った。かわいすぎですね。みや、式根島ってさ、行ける風俗とかあったりする？いや、ちょっと壮大なんだけど、大旅行じゃん。そうだよ、大旅行始まろうとしてるじゃん。そうだよ。こんにちは。こんにちは。ちょっとジンタンだけ後ろになっちゃったんですけども、そこに映像あるじゃないですか。映像あるじゃないですか。あらら、ミヤ流れるらしい。あそこかわかんないけど、買っといた。広く使えると思う。そう、だからそこも、え、なんかこれ、え、パーンっていくやつよ、この船。すっげーエネルギーだな。うるせえな。海列車とどっちが速い？海列車がわからん。ワンピース見ないの二人とも。二人に大喜利。愛虹ともに匹敵する一文字。え、一番面白いやつ俺序盤に出しちゃったけど大丈夫。さあ、もう出ないね、あれ以上。あれ以上出る。いや、逆に。出た一番面白いの出た。一番面白いの出た。出た。バカオンプレンでしょ。出た、丸。人もしね。もしもし、なんで急に出る。本当に電話切った。本当に電話切った。テオ君に変わるね。なんで？テオ君一言お母さんに。ミヤママ
しもし、なんでみんなまだこう見てんの。ニャママ行くよこれから。みんなに行くもしもし。いやキモいやん。止めていい。あ、やってたんだ。まだありがとうございます。着いた。ここが彼岸島か。彼岸島じゃねえよあれ。絶対母ちゃんじゃねえ。宮野一発で分かったわ。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。あなた、じゃあさりげなくガノパラソンに座る。そうしよっか。なんか疲れた。ジンタの2人これ全部取っていってもらう。どの寿司は帽子かぶんない方がいいかな。これはおかしいな。これはここの画角にぴったりだ。完全気づいてないね。こっち見たもん。マジで。なんか変な人いるみたいな感じ。こしょこしょ話された。いや。どうした？虫ですか？虫ですか？虫です。喋ったよ俺。じゃあ次虫ですか？虫ですか？ちっちゃかったか声今。虫ですか？うわ。いいよ、お疲れ様。お疲れ様。東京戻って。辛かったよね。ごめん。蜂ですか？蜂ですか？蜂ですか？ごめんなさい。すいません、いろいろ変なの。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どんまい。式根島来ましたね。来ましたね。いいとこだった。坂道とかがいいね。あ、アイス屋さんある。おー、いいね。結構アイスあるね。美味しそう。めっちゃ美味しそう。アイスある。こんにちは。すいません、アイスお願いしていいですか。僕たち YouTube やってるんですけど、撮影って大丈夫ですか。マンゴーのアイスがいいです。マンゴー、メロン、怖いんだけど。怖いんだけど、寝てないんじゃないの。マンゴー一つとメロンソーダフロートで。大丈夫ですか。あー高い。そして何ずっとこれ。ゲームしてるんすか。ゲームしてるのこれ。何。そうっすね。何これ。暇の時に絵描くんですか。うん、すごい。あ、これお兄さんが描いたんですか。あ、そうっすね。すごい。すいません、こんにちは。いらっしゃいませ。アイスで、はい、マンゴーのアイスとメロンソーダフロート一つずつください。マンゴーとメロンソーダ。はい、お兄さん趣味悪いっすね。お待たせしました。お、すごい、めっちゃ上手。はい、ありがとうございます。うまいっすね、兄さん。あ、味っすか。うん、新しいじゃないですか。何言ってんすか。お待たせしました。あ、うまっ。ロスオーダーフロー。ありがとうございます。ずらかぞ。あ、あれ。それでは、宮川くん
運転やだ、恥ずかしいから運転よ、出発ね、恥ずかしい行ってきます、行ってまいります、バイバイ、さあ、宮野に見守れながら、はい言えてね、いや、いいね、宮野の運転、初めてだよ、初めてだよ、そうだよね、俺、一回だけテオ君の運転、そう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 、俺の運転で二人乗ったことあるけど、宮野の運転、普通ですな、ちょっと俺、あれやりたいんだよ、ドライブと言ったら、歌やん、中川のやつね、そうかな、亀有ね、そうかな、まあでも、倉庫行ってるうちにもついちゃいましたよ、じゃ早めに歌おう、ここは僕のおすすめ、スポット、おい到着しゃー、ここ展望台とかチラッと見てするかいよ、振り込まれやだ、裏で行ってくるわ、嘘だろマジか、今ね、はい、特に海の透明度が高いんで、確かにもうエメラルドグリーンや、本当に綺麗だね、ちょっと待って、ここだと光の反射が見えないんだけど、真上から見たらね、普通にそこまで全然見えるから、すごい綺麗だね、マジかよ、あー間違いね、持ってくれよ充電、いい景色やな、え、ちょっと待って、これあのキングダムのさ、映画に出てくる長澤まさみが住んでるみたいだね、あ、俺上歩けるよ、歩けんの、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それでは行きまーす、せーの、じゃん、おはようございます、せーの、バースカイピースイエーイということで、式根島2日目入ってまいりましたけど、おはようございます、もうね、式根島昨日ね、もうカメラの充電が切れちゃって回せなかったんですけど、もう夜温泉行ったり、マジ面白いことたくさんあったんですけども、カメラの充電がちょっと切れちゃったんで2日目になっちゃったんですけども、はい、もう見てください、すぐ海あるね、綺麗な海が、綺麗な海がもうすぐ海あんのよ、到着、レストラン行きましょう、レストラン行きましょう、うん、一人多いな、ほんで誰ですか、あ、どうも田中です、田中マロンさん、トリトンタントタンタントティントン、おー、こんにちは、ということでマロンくんもいますね、お邪魔します、2日目はマロンちゃんも合流して、いらっしゃいませ、いらっしゃい、こんにちは、いい雰囲気のお店ですね、匂いがめちゃめちゃいいの、2日目海に来ましたけども、頭から草林さん、お兄さん海入りてー、バタフライでアメリカまで行きてー、これ俺の個人チャンネルじゃねえんだこれテオコホームじゃなくてスカイピースなんだけどさ、なんか俺がいつもカメラ持ってるから、
逆じゃない？うん、最初から思ってた。本当だ。逆だ。いや、いつ逆になったの？なんか変な形だな。うわ。うわ。いや。うるさい。おはようございます。ということで、ただいまの時刻は朝5時。釣りに来ました。見てください。あれ日の出。ちょうど雲だ。でここに2個。深い白いニキビできた気持ち悪い。うちの相方はジェン。ジェンはですね、眠いから行かないと。でさ、ミヤがね、ジンタに、ジンタ行ってくるねって言ったら、大量に釣ってきてね。どこに落ちたかわからん。道だと思わない男。すごいとこだ。運動神経良くてよかった。こい。いや、ミスったな。サンダルやば。そい。はあ。危ねえ。みんなサンダルやん。こんなら余裕だ。いいさ。あぶねえ。釣りよりなんならメイン。ああ、そっからマジかよ。ロープを伝ってあそこに降りるんだ。気をつけろよ、宮地。クリア。すげえ。釣りスポット。サメも出んだよ。いい。サメがでけんだわ。行くぞ。おはーい、ニキビ潰れた。おはようございます。3日目の朝でございます。よろしくお願いします。3日目の朝はもう迎えてるの。あれ、もう朝僕釣りで撮ってるの。あなたが寝てる体中に撮ってた。痛いよ、痛いよ。撮ってた。撮ってたよ。あ、撮ってたよ。あ、じゃあ何も言えね。そう、3日目の昼ですね。はい。ジンさん、よく寝れました？うん、よかった。大爆睡。あ、どうした？ニキビ潰れた、終わった、うんうん、これで。ごめん。ということで、3日目のお昼からですね、こちらの船、ピン、こちらの船で、はい、めちゃめちゃ綺麗な海のとこまで行って泳げるらしいんですよ。ずっと綺麗だったよ、でも今まで。ずっと綺麗だったけど、うん、それと比べも濡れすぎなんだけど。出すぎ。出ます。行ってきます。出航だい。すげえな。すごいよ、じいさん。え、すげえ船だ。今からテオ君の勇姿を取るんですけど、あ、本当に揺れてて、すべて危ねえ。気をつけて、じいさん。進めねえんだ、すまん。でもお前の勇姿取るからさ、俺。危ねえ。これすごくない？すごいよ。え、だってさ、あそこの海の何も見えなくない？
何も見えない。なんかあんでしょ。あるのは星だけだ。空だけだよね。すごいよな。やばい。どうよ、仁さん。いやー、ぶっちゃけ海って俺あんま好きじゃなかったんすよ。だよね。これ見てちょっとだけ好きになりました。でも仁さん、ここの海見て好きだったら東京の海は好きにはなれねえな。あれ汚い海な、あの千葉のな、千葉の九十九里な、九十九里ね。夏海行くってなったら式根行く価値あるね。あるね。わざわざ式根に行く価値あるよ。なんだ、ちょっと出遅れてる。叫んでもあの雲は僕を尻目に流れんだよ。だから今あぬいな昨日にグッバイ。抗ったがいてもがいて答え探した Alive。 季節はまた繰り返して歩き出すよ。いだってドリーマー。